今回は昭和の大スター西城秀樹さんが生前唯一芸能界デビューから旅立つ日までに届けたある一人の女優さんについて話したいと思います。その女優とは早乙女愛さん、白馬の騎士、君のためなら死ねるなどの流行語を生んだ梶原一騎さん原作、1974年映画愛と誠という当時一世風靡した人気漫画の実写版映画のヒロインとして活躍した早乙女愛さん、財閥令嬢役でお姫様カットにセーラー服姿、笑うとできる大きなエクボがマジで可愛かったです。そして相手主人公にはあの新御三家の一人のスーパーアイドル西城秀樹さん、まさに原作での不良大河誠役に西城秀樹さんのワイルドさはぴったりでした。トレードマークの額の傷が渋かったです。早乙女愛さんと西城秀樹さんの出会いはまさにそのオーディションの時でした。早乙女愛さんはそのまばゆいばかりの可憐さで今作でいきなり青春派女優として大ブレイク。1日に400通ものファンレターが届くようになり、愛と誠はその後シリーズ化され3部作まで作られました。翌年には映画港の陽子横浜横須賀や男はつらいよ虎次郎愛愛傘、スプーン一杯の幸せに出演と順風満帆の女優人生かと思ったのですが、そうとばかりも言えなかったと言います。その後の彼女が歩んだ人生が気になっていろいろ調べてみました。早乙女愛さんのこと簡単にご紹介します。本名瀬戸口里美さん、1958年12月生まれで、ちょうどベビーブームの時代に5人の弟の7人兄弟の長女として生まれ、一番下には15歳離れた妹がいて、実家は町の小さな印刷屋さん、地元鹿児島県で普通の高校生になるはずだった早乙女愛さん、ある時関係のあるカメラマンから愛と誠のヒロイン役のオーディションのことを聞き、タダで東京に行ける、秀樹に会えるという単純な動機で応募したら、なんと4万人の中から選ばれてしまったという奇跡。当時からズバ抜けて可愛かったんですね。当時こんなことがあったのだとか、オーディションに受かった早乙女愛さんにある人から電話がかかったのだそう。その男性はこんなことを言ったそうです。おめでとうございます、いろいろ心配でしょうが安心してください、よろしくお願いします。その声を聞いて早乙女愛さんは舞い上がってしまったのだとか。その声の主とは憧れのスーパースター西城秀樹さんでした。早乙女愛さんは電話を切った後嬉しくて母親に話したのだとか。さすがは気配りの人、西城秀樹さんならではのエピソードですね。それから映画の撮影に向けて高校の入学式にだけ出て、その後結局4年間かけて高校を卒業した早乙女愛さん、芸名も劇中のヒロインの名前をそのままつけています。その後も青春派女優として次々と出演した作品で抜群のプロポーションで世の男性を虜にしていきました。しかし1983年のこと、25歳の早乙女愛さんがした決断によって世間が騒然とするある出来事がありました。そのある出来事とは、なんと青春派女優の早乙女愛さんが一転して日活路面ポルノ映画メメコへ出演すると言うではありませんか。まさに衝撃的でした。あの早乙女愛が脱ぐなんて、それまでの青春派のイメージをかなぐり捨てた演技で日活ロマンポルノ史上3位の興行成績を残し、またしても注目を浴びることに。映画メネコはあの昭和切手のプレイボーイの山城慎吾さんが初めて監督した映画で、真偽はわかりませんが2人の関係が噂にもなりました。
翌84年にはヌード写真集、北のホタル、スプレイと次々に出版。完全にスイッチが入ってしまった。早乙女愛さん、84年エイや北のホタルなどにも、妖艶な色化を漂わせて存在感を放ちました。大人の女を演じる女優として、再ブレイクした矢先に、またしても、早乙女愛さんは世間ならずも、業界をも驚愕させる行動に出ます。なんと、1985年4月に、突如、婚約会見をしたのです。何か止まっていた歯車が、突然、くるくると回り出したような彼女の行動に、男性ファンはハートをズタズタにされてしまったとか。そのお相手とは、7歳年上で、5つの会社を経営する、実業家の江原晴義さん。二人の馴れ初めは、早乙女さんがファンの江原さんが、1980年に、早乙女さん主演の映画の企画で、スポンサーに名乗り出たことがきっかけで、結果的には、映画の企画は実現せず、1983年に再開し、親密交際に発展。なんと、婚約会見の前日に週刊誌にスクープされています。それで突然の会見だったわけですね。幸せそうな早乙女愛さんでしたが、なんとまたしてもトラブルが発生。お相手の江原さん、つい婚約1ヶ月前の3月末に、9年連れ添った前妻と2年の別居を得て、離婚したばかりでしたが、前妻に離婚を切り出した際に江原さんは、仕事に行きたい、どうか別れてほしい、と言っていたそうで、なのに、まだ、離婚成立1ヶ月足らずにもかかわらず、2人の熱々婚約会見を目にした前妻が、話が違うと切れて怒り爆発。しかも江原さんとの旅行から帰った、前妻との間の子供が愛ちゃんに会ったと話したことで、またまた火に油、会社関係の人だと思っていた愛ちゃんがまさか早乙女愛だったとは、と悔しさをにじませたという元妻。その後は、江原さんが慰謝料としての元妻側の5000万円の要求に難色を示していると噂されるなど、早乙女愛さんは幸せの絶頂から一転、略奪婚と書き立てられたりもしました。その後、5月4日には極秘入籍し、翌日からはアメリカへ新婚旅行に出発。その半年後にようやく挙式したそうです。確かに別居中だったとはいえ、かぶってましたし、離婚理由が違いましたから、元妻の逆鱗に触れたのもうなずけます。そして翌年、早乙女愛さんは、また違う道を歩き出します。女優業ではなく、なんと実業家としてです。早乙女愛さん、翌86年に、ご主人の江原さんと共に、化粧品会社、コンウェンドを設立後、1993年まで女優業からは遠ざかり、助演にシフトしていきました。江原さんは、2002年に代表取締役を退任しています。余談ですが、早乙女さんの15歳下の妹、瀬戸口めぐみさんは、長年にわたりサロンで施術されているそうです。今もブランドディレクターとしていらっしゃるようです。どことなくお姉さんに似てらっしゃいますね。96年テレビドラマ、はるちゃんを妊娠をきっかけに途中降板。97年、38歳で男の子を出産。以降、子育てに専念するため、芸能活動から徐々にフェードアウト。2000年、映画、顔、新、仁義なき戦いへの出演をもって、芸能界を事実上引退したのです。早乙女愛さん、2002年にはご主人の仕事の関係で米国シアトル近郊に移住されたのですが、残念ながら2008年には離婚されています。離婚後も一人息子とシアトルに在住し、芸能界へ復帰することはありませんでした。しかしここでまたしても不運が彼女を襲います。体がだるい、疲れやすくなったと体調不良に陥り、2010年7月、シアトル市のワシントン大病院で
診察を受けたところ、医師から即刻入院を指示されてしまいます。入院当初は、お医者さんって大げさなのよね、と周囲に話していたそうですが、数日後に容態が急変し、入院してわずか9日後の2010年7月20日、息子と全フラ親族に看取られ急逝。享年51歳。原因は多臓器不全ということですが、あまりの急なことにその原因が持病の肝炎だったのか、そうではないのかと、ネット上でいろいろと噂されましたが、真相は不明のままです。短くも波乱万丈な人生を駆け抜けた早乙女愛さん。そんな彼女に生前の西城秀樹さんがこのような言葉をかけてらっしゃいます。突然の訃報に驚いております。1974年彼女のデビュー作となった愛と誠の早乙女愛役のオーディションの時、初対面の彼女を見て劇画からそのまま抜け出してきたような存在感に驚いたのを今でも鮮明に覚えています。清純さと強さを兼ね備えた数少ない女優さんでした。もう何年もお会いしておりませんでしたが、残念でなりません。心よりご冥福をお祈りいたします。これを見てやっぱり西城秀樹さんは一瞬で早乙女愛さんの才能を見抜いていたんだな。そして最後も優しい言葉で彼女を天国に送ってあげた西城秀樹さん。早乙女愛さんはこんな人に出会えて幸せだったのではないでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は早乙女愛さん、愛と誠は少年マガジンで読んで、映画も封切り瞬時に見に行ったのをはっきり覚えています。笑うと大きなイクボができるあなたの笑顔にどれだけ癒されたことか。そしてあの大河誠の額の傷にとっても憧れたものです。早乙女愛さん、今頃は秀樹さんとどんな話をされているのでしょうか。どうか安らかにお眠りください。合唱。